はい、どうも、くまの着ぐるみ、花子です。前の動画でインスタ360の話ね、こちらのね、カメラの話したと思うんですけど、実際に使ってる場面っていうのを撮ってなかったので、実際に使ってる場面を今からね動画にします。ちょっとこれこの状態だとバッグ黒すぎるんで、あえてちょっと角度変えますね。はい、これぐらいだったら分かっていただけますかね。ということで、GoPro とよく似とるんですが、まあ、電源ボタンはこのサイドにありますと。で、正面のディスプレイがねつきます。で、背面はこんな感じで、フリップできるということで、今は、写真モードになってます。ということで、写真ねこのまま撮りますね。はい、こんな感じでね、これで写真撮れてますと、ね、ちなみに結構ね、こう近づけてもね意外と撮れるんですよ。基本が単焦点なんで、ね、まあ多少近くても遠くてもね、そんなに焦点が合わないあまりありません。で、動画ですけど、動画モードしますね。動画モードにしました。やってることは何も一緒です、ね、またこれ赤いボタンを押すとね録画できますので、録画していきますね。で、一応ちゃんとボタンを押すとね、ブルって震えるんですよ、これ。ちょっと今ね、インスタ360で、ショート用に撮ってますのでね、ちょっとカメラの裏側見せてます。はい、表。はい。ね、ちょっとね今撮った動画はね、そこで出してもらいますので、ね、まあ、大体こんな感じで撮りますと。で、このインスタ360、便利なのは便利な機能がありまして、GoPro も MAX はそんな感じだったりするんですけど、これもう一つ赤い録画ボタンと別に Q ボタンっていうクイックボタンっていうのがあって、これを押すと、私今このように設定してるんですが、動画モード、あと写真モードですね、その他いくつか HDR とかタイムラプスとか設定クイックでできるボタンが入ってます。なのでクマの着ぐるみの手でも画質さえ設定しておけば動画と写真の切り替えがスッとできますと、ね、これは楽です。いや、何度も言いますが、クマの着ぐるみではすっごい楽です、このインスタ360ね。もちろんこれ案件ではありません。ね、どうしようもタイムだよね、自撮りをしたい熊の着ぐるみが、見つけた答えの一つがこのインスタ360です、ね。おー、いいね、いいね。で、もちろんなんですが、GoPro と同じでね、画角変えることできるんで、まあ、ちょっと魚眼っぽいのかな、そうでないのかなね、できたり、あと水平補正っていうのもありますので、多少カメラが傾いたぐらいではね、画面傾いたりしないようなね、そんな機能もありますね。そういうわけで、実際ね、クマの着ぐるみがちゃんとこれを操作できるのかというところでちょっと見せて、おきましたので、ね、まあ、ぜひね、まあ、クマの着ぐるみに限りませんがね、ゆるキャラさんね、これ使っていただいてもよろしいのではないでしょうか。ということで、ご視聴ありがとうございました、ね。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。